文春は東京高検の黒川博文検事長が新型コロナウイルスの感染拡大で緊急事態宣言が出されていた今月、産経新聞の記者2人と朝日新聞の元記者と記者の自宅で賭け麻雀をしていた疑いがあると報じています関係者によりますと黒川検事長は周囲に辞任する意向を伝えたということです。 黒川,検事長は黒川検事長は今年2月に定年を迎える予定でしたが半年間の定年延長が認められ検察庁法の改正案をめぐっては黒川氏の定年延長を後付けで正当化するものだと批判の声が上がっていました関係者によりますと黒川検事長は検察庁法の改正案への批判が高まった頃から 周囲に辞めたいなどと漏らしていたということです一方、ある政府関係者は黒川氏が辞任する意向を示していることについて一両日中にもしかるべく対応する考えを示しました後任人事についても検討を進めています政府与党内では黒川氏の辞任は妥当という意見が大勢ですが政権に対するダメージを懸念する声も上がっています